超天変地みたいな顔に生まれてこんな日常を平等と疑う部長ゼミ長嘘をつきながら見失えないものはなんだ。チャレンジ精神が魅力と PR しても面接官はまるで上の空。御社大好きちゃんと喋らなきゃ人形とさして変わらないし。あー面接を割りの人たちは嬉しそうだったり寂しそうだったり嘘と事実が履歴書を飛び回りクソな文章になる。デスパレートな主観損耗の夏だって固いステップ暑くてだるくて目が回りそうです。ないない手を目指したいけどやる気が続かない。お母さんを涙させてしまう夜になる。モールと変更海賊王に俺はなる。就活生半殺しの卒論に揉まれて僕らの感覚は次第に薄れる。もうすぐ締め切りなのに進まねえ。そこにさらに増えてく課題。あー締め切り時刻のその後で土下座してる人泣き出してしまう人多分同じだろう。でも繰り返しようものなら土下座が極まれり。最悪だって主観損失したくなって課題ステップ出せない理由をそこに映し出せ。欲しがったって土足で明日は来ちゃうけど脳内体数のアップデートを果たしたなら。サンデー競争に置いてかれてもサンデー卒論に意味がなくなってもドリビハッピー。地面を掘り続けて僕たちは油田を掘り石油王になる。週一でデスパレートな主観損耗の夏だって課題ステップ生きてく理由をここに見出せない。講義中は後方へこの距離が望ましい。世界中が敵に見えてしまうよ。デスパレートな主観損耗の夏だって課題ステップ熱くてだるくて目が回りそうです。ないない手を目指したいけどやる気が続かない。お母さんを涙させてしまう夜になる。モールと変更海賊王に俺はなる。ご存ノート拾って新世界の神になる。ウォーウォーウォー平凡だけどエール殺す。ララ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 ラン We got the bad name 就活なんだからいい。